なぜ問いが大事なのか。2つ目の理由は、問いが時に豊かな出会いを生み出すからです。これは私自身が学部生時代だった時の経験に基づいているんですけれども、私が学部時代出会った友人たちにいろんな問いを投げかけてみました。いろんな学部の友人と出会いますので、どうしてその学部を選んだの、あるいはその人がそれぞれ打ち込んでいることについて、どうしてそのことに打ち込んでるの、問いかけてみました。工学部の Y さん、この人は土木の専攻を選んでましたけれども、 Y さんはこういうふうに答えてくれました。明石海峡大橋は大きな地震でも壊れない、200年でも持つと言われている。僕もそういう何かを作りたい。かっこいいですよね。理学部の A 君、彼は数学をやりたいって言うんですね。数学？なんでわざわざそれやりたいの？数学っていうのは美だよ、だから好きなんだ。数学が美ですかってね、びっくりしましたけどね。美なんだそうです。理学部の K さん、この人は薬害諮問の裁判に支援活動をしている人だったんですね。なかなかしんどい作業なのに、どうしてそういうことを一生懸命やるんですかって聞くとですね、人の命に値段がつけられる社会っていうのはおかしいと思う、だからやらずにいられないんだと答えてくれました。文学部の S さん、この人はダンスに打ち込んでいました。なんで踊ってるのって聞くとですね、こう答えてくれました。ある日気づいたら、パリの路上で踊っている自分がいた。それが自分なんだと思ったんだ。はぁ、変わってるなぁと思いましたね。正直驚きましたし、なんか時には苦しくなりました。何しろ自分にない発想なので、なんていうかな、この人たちに比べて私ってなんてありきたりのつまんない人間なんだろうと思いましたね。だけど、やっぱりそういう出会いって面白いなと思いましたね。でもう卒業して何年も経ちますので、そんなにもう今でもやり取りをするというようなことはないんですが、卒業の折に触れて、あの人だったらこういう時どういうふうに考えるかなとかね、あるいはあの人だったらこういう時にどういうふうに話しかけてくれるかなというふうに自問するんですよね。それがなんかありきたりの人間なりに少し人間の幅を広げてくれてるような気がして、学生時代良かったなって今でも思うんですよね。ただ振り返ると、高校時代にもきっと同じような問いかけを友人たちに投げかけていれば、もっと面白い出会いがあったんだろうなって。だけど当時の私にはそういう問いかけの力がなかったから、惜しいことしたなっていうのが学部生時代に思ったことでした。そんなことを今回思い出しました。